グロソップのハワード男爵は、イギリスの男爵位、連合王国貴族。第13代ノーフォーク公爵ヘンリー・ハワードの次男、エドワード・フィッツ・アラン・ハワードが1869年に、譲されたのに始まる。第4代男爵マイルスが、本家のノーフォーク公爵位を継承したため、現在は、ノーフォーク公爵くらいの従属爵位の一つとなっている。 第13代ノーフォーク公爵ヘンリー・ハワードの次男、エドワード・フィッツ・アラン・ハワードは1848年から庶民院議員となり自由党の政治家として活躍した。1869年12月9日にグロソップのハワード男爵に除された。第2代男爵はエドワードの長男フランシスが継承した。第3代男爵はフランシスの長男バーナードが継承した。 第4代男爵は、バーナードの長男マイルスが継承した。マイルスは1975年に、本家の第17代ノーフォーク公爵位を継承したため、ノーフォーク公爵家とグロソップのハワード男爵家は合体することになった。20世紀中ノーフォーク公爵家の所有地は減少傾向にあり、1966年には1万5000エーカーになっていたが、 この合体により1976年には2万5000エーカーに回復した。現在はマイルスの息子エドワードがノーフォーク公爵の従属爵位の一つとして第5代グロソップのハワード団爵位を保有している。法廷推定相続人は現当主の息子であるアランデル伯爵ヘンリー・フィッツ・アラン・ハワード。ありがとうございます。